明けましておめでとうございます。どうしよう、色がないと絶対にわからない。こんにちは、足立くのです。足立の日記便が始まりました。イエイ。この時間は、このいつもはシンガーソングライターとして活動してますけど、なんかその歌ってる姿とはまた違う、もっとよりプライベートに近い姿を見せれたらいいなと思って、この、絵を描きながら話しながらグダッといきたいと思います。じゃあ今日もなんか描いていきますかね。あ、そうだ、明けましておめでとうございます。1月の2日ですね。1月の2日、皆さんは何をしていますか？私は今ここにいますけど、新年早々に食べたものといえば、私はこの間の、初めての動画の時も喋ってたんですけど、あれですよ、お雑煮、そう、あのお餅の入ったやつね、あれを食べました。なんかそれを今日書こうかな、どうしようかな、何書こうかな、まあ書いていこう。とりあえずなんかお正月の過ごし方ってみんなそれぞれじゃない？だからどうやって過ごしてんのかなって本当に気になる。私はちっちゃい頃から結構お正月もなんか家族みんなお仕事してたりとかして、それを手伝ったりしてましたね。なんかお正月のイメージ、そのテレビ見てゆっくりするとかが意外とないんですよね。あ、初詣とか、でもどうですか、今年はね、ちょっとお家で過ごすことの方がきっと多いはず。去年もだったけど、なんか去年とかいうの不思議ですね。不思議だね。なんかもう去年の話ですね。2020年終わっちゃった。21年1月の2日、いいね。何書こうか、何を書こうか、ガキの使い、ガキ使いとか、紅白とか、皆さんはどっち派ですか？私はお兄ちゃんが上にいたんで、なんかいつもお兄ちゃんはガキ使いみたい、私はもう紅白を見たい、でもガキ使いも見たいみたいな欲張りなタイプだったんで、それをなんか行き来して見てましたね。ずっとガキ使いを見てるってこともないし。みんなどんな感じですか、お正月の前の年末の過ごし方。まあそれもね、なんか一方的に話してるからさ、特に何か返ってくるわけでもないけど、どうしよう。じゃあその新年一発目に食べたものを書きますね。あ、焼き鳥好きなんですけど、焼き鳥じゃないです。ないと絶対にわからないね、これ。どうしよう、色あってもわかんなそう。こんな感じ、こんな感じかな。あ、結構いい感じ。あ、いいね、いいよ。ジガジさん、
これ渾身の一発私書いてます。よっしゃできたよできたよできたよ。まあ今年私が初めに食べたのはさっきも言いましたけど、お雑煮です。岐阜県のその小松菜とお餅しか入ってないお雑煮です。色がないからどれがどれかわかんないと思うけど、まあ、お雑煮はねお餅ということで餅にかけてこんな言葉とともにエニキビみんなに届けたいと思います。じゃーん、今年も餅ついて落ち着いていこうか。イエー大丈夫そう？こんなんで笑ってる？みんなイエーイ笑ってということで、まあ落ち着いていきましょうかね今年はね。なんかいろいろ焦ることとか、卒業シーズンにこれから入っていったり受験シーズンになっていきますけど、なんかゆっくりできるところは肩の力を抜いて、なんかこの絵日記便を週に1回あるんでちょっとぐだっと見ながらみんなで素敵な1年にしましょう。2021年も足立よろしくお願いします。はい、ということで今回はこれにて終わりたいと思います。この足立の絵日記便、この書いたやつ全国のセブンイレブンのネットプリントの機能を使ったら、もうゲットできるのでぜひみんな集めてください。今回の動画もいいねと思った人は高評価、あとはチャンネル登録よろしくお願いします。慣れないじゃあまたね、バイバーイ。ねえ、また間違えた。21年ですね、これ。気を取り直して、いきます。